私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。ウエディングドレスで大胆ポーズ、限界まで身体を露出。篠崎心、ランジェリー&スクール水着でお人形さん姿のファースト写真集を発売。コスプレイヤーの篠崎心さんが、7月7日にファースト写真集、心模様、秋田書店を発売した。金髪のショートヘアがトレードマークの篠崎は、コスプレ以外にもグラビアやモデル、DJ など幅広いジャンルで活躍しており、3月に発表された第8回カバーガール大賞では、同じ事務所 PP エンタープライズに所属するコスプレイヤーのえなこ、いおりもえに続く3位を獲得しています。今回の写真集は「人形」をテーマに見知らぬ浜辺に流れ着いた人形が運命の出会いを果たし、心が動き様々な感情が交錯する様子を描いている。篠崎さんは感情のない人形から感情を持って動くようになり、まるで人形とデートしているような感覚を味わえるショットに仕上がっています。撮影場所やコンセプトも今までのグラビアシーンにはないものばかり。スクラップ工場で鉄くずの中にうずもれたビキニカットや UFO キャッチャーに入ったカットなど、グラビア写真集界に一石を投じるような前代未聞の衝撃的なカットが満載です。また写真集ではおそらく初めて和歌山県の友家島で撮影された神秘的でノスタルジックな風景も収録されています。ゴシック調の衣装に身を包み、壊れた人形に扮した篠崎の姿が収録されています。写真集について篠崎は、ずっと目標にしていた初写真集の撮影の話を聞いたのは、撮影日の1週間も前のことでした。事務所の社長が緊張すると思うから、撮影の直前に教えてあげようと言ってくれたんです。また、今回の写真集は、ファンタジーの世界と現実の世界が混ざり合った不思議なグラビアで、とても気に入っています。基本的にはお人形の役なんですけど、笑ったり、セクシーだったり、多面的な部分を楽しんでいただけたらと思います。キラキラしたスクール水着が好きです。7月7日は私の誕生日です。まだ信じられないのですが、写真集が発売されます。楽しみにしていてくださいね。7月9日に小泉グランデ、神保町。7月10日に府家書店新宿サブナード店で写真集のお渡し会が開催されます。また、写真集に収録されていないカットで構成されたデジタル写真集、心模様アザーショットスペシャルエディション、秋田書店も7月14日に発売予定です。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。